京阪1650型電車は、かつて、京阪電気鉄道に在籍した通勤型電車。京阪線における、戦後の復興に伴う、車両増備は、1700系、1800系といった、特急系車両で占められていた。通勤輸送に関しては主に戦前性の従来、車によって賄われ、 戦後間もない時期に申請された運輸省企画型車両である1300系以来専用の申請車両は用意されなかった。しかし、急増する需要に対して通勤輸送に供する車両の増備が不可欠となったことから1957年から翌1958年にかけて軽阪発の本格的な通勤系電車として以下の順に 川崎車両と名には後期で合計重量が申請された。本形式は当初全車とも制御車として落成し、従来車のうち電動機出力に余裕のあった1 3 0 0系の制御電動車1300型と並結して運用する計画であり、1 3 0 0系の制御車である1600型の増備車との位置付けから1650型の形式称号が与えられた。 本形式の奇数者は、京都向き、偶数者は、大阪向き先頭車と、車両番号の末尾奇数、偶数によって、車両の向きが異なっていた。これは、京阪における、制御電動車の車両の向きの基準に準拠したものであり、各種装備と合わせて、本形式が、将来的な電動車化を見越して、設計、製造されたことを伺わせる。 当初は1 3 0 0系の制御者として運用された本、形式であるが、1959年2両が2 0 0 0系スーパーカー申請に先立つ実用試験車として抜擢された。その後、1961年に1 3 0 0系との連結を取りやめ、同年に竣工した6 0 0系の増結 T 車として組み込まれるようになり、1964年以降、 600K の630型に、全車とも電動車化の上で編入された後、うち6両が 1800K の制御電動車となるといったル点を重ね、1989年まで運用された。630型に編入後の1650型の、車体全金属製の18メートル級軽量車体で、軽半発の両開脚用扉を採用するなど、同時期に、 日本国有鉄道並びに、私鉄各社において、申請、開発が進みつつあった、次世代通勤系電車の流儀が、各部に取り入れられている。当時の軽阪においては、バネ上層下の駆動装置を1800系で、空気バネ台車を1810系で、それぞれ採用するなど新機軸を積極的に導入しており、本形式の軽量設計が前からだ。 両開脚用扉もその一つに含まれる。なお、側面層下には、ウィンドウシルが設置されており、同時期落成の1810系とともに、昭和30年代に申請された車両としては、非常に珍しい存在であった。脚用扉は1200ミ、mm、リメートル幅で、従来車の、片開け脚用扉と、開口幅そのものは変化はないが、動作速度の向上と扉の、 引き残り幅減少によって、乗降時間の短縮に寄与するものとなった。客用扉窓は、扉枠いっぱいに広げられた大型窓とされ、戸袋部分に設置された 650mm 幅で、H ゴムにより支持された戸袋窓とともに、最高性と外観における、軽快な印象を両立させている。機動線を除く関西の大手、 順、大手私鉄及び公営交通における戸袋窓を有する両回避車両は、本形式を除くと、大阪市営地下鉄に存在する程度であり、非常に希少な例であった。京阪においても、京神線向け高有化車各形式を別にすれば、後に申請された両回避車両各系列においては、戸袋窓が省略されたことから、 京阪線における戸袋窓を有する領海飛車両は2008年に申請された3000系の登場まで本形式が唯一の存在であった。なお、戸袋窓や両開き扉といった本形式で初採用となった設計については京阪電気鉄道の車両化にもその採用に迷いがあったとされ。 本形式心臓直後に、森口車区を訪れた愛好者に感想を聞いて、その反応を確かめていたことが伝えられている。窓配置は d 1 d 2 2 d 2 d 1で、側窓は 800mm 幅の二段上昇式で、扉間の側窓については、窓二つを一組としたユニット形状が採用された。側窓上空部は、やや強めの曲線を描いており、 上段窓窓枠の上辺が常に、幕板部に隠れる、つまり、側窓の開口部を、最大限に活用したガラス窓寸法とともに、1700系以来の使用を踏襲している。全面形状は、丸妻3枚窓構造で、中央部に、貫通扉を備えるという類型的なものであるが、折り返し駅での行き先表示板の交換の瓶を、測って車掌台側の窓を、 開閉可能な二段上昇式とする軽班では、標準的な使用を踏襲したため左右非対称の配置となっており、さらに貫通扉の窓は H ゴム指示による一枚固定窓、運転台側の窓はアルミサッシによる一枚固定窓としたため、前面の三枚の窓すべての構造が異なったものとなっている。貫通ホロは、 連結面側にのみ設置され、運転台側はホロ固定穴並びに吊り下げダンパー、受け金具が整備されたものの、ホロ本体は設置されていない。前小塔は一等式のものが、前面中央の貫通路上部に半埋め込み式で設置され、標識塔は従前通り取付式のものが左右膜タ部に一等ずつ設置された。千八百系、千八百十系においては、 固定編成を蘇生する車両の連結面は、切り妻形状とし、増結目的で申請された車両の連結面は、片運転台車であっても、全面同様に丸妻形状とする区分がなされていた。対応する電動車形式の内本形式については、当社の設計方針が踏襲され、連結面の妻面形状も、丸妻とされた。また、屋根については、全面のみであったが、 巻いた部分を屋根まで巻き上げた張り上げ屋根構造を250型以来17年ぶりに採用した。屋根断面は中央部を R4500、両脇を R1000、剣部を R200 の曲線としたやや扁平気味で肩の張った形状で可能な限り単一曲率とし、しかも連結面を切り妻として工作の簡易化を図った6 0 0や7 0 0と比較して、 優美な印象を与える造形となっている。屋根上には押し込め式の通風機を計12機、屋根部左右に2列配置で設置し、各社の運転台りにはパンタグラフ台座並びにパンタグラフ点検用踏板が設置された。車体塗装は腰板部を能力色、それより上部を単力色とした2色塗り分けを初めて採用した。戦後の軽半においては、 京阪神急行電鉄からの分離独立に際して採用された青とクリームの2色塗りを経て当時のパリコレクションにおいて茶色系の新ファッションが発表されたことに反をとって採用されたライトブラウンとクリームの2色塗りが通勤系車両の標準塗装として一時期普及したしかし 同塗り分けは新鮮味に欠けると不評であったことに加え、ライトブラウン部分の経年退色が著しかったことから、本形式においては全く異なる塗装が採用されたものであった。能力色、弾力色の二色塗りは、特急用車両の塗装である赤、黄色の二色塗りと対比した場合の見栄えの良さなどから、本形式のみならず通勤系車両全車に普及し、移行計班における、 通勤系車両の標準塗装として50年以上にわたって踏襲された。車内は1800系、1810系同様に、鉄板張りながら、壁面が国鉄の二等車を意識して、泡桃色塗りつぶしとされていた、特急用車両系列とは異なる、単力色塗りつぶしとして、外装色と統一したイメージを持たせて、特急車との差別化を図った。 座席はすべてロングシートで、扉間は、飛ぶ黒窓の約半分程度までかかる程度の長さに抑えて、客用扉周辺に立石スペースを確保しつつ、座席奥行きを 555mm として、特急車並みの座席寸法を確保した。その他、座席もケットは緑色、床面ロンリウムは、能力色と緑系で統一し、このカラースキームは1981年に、 申請された2 6 0 0系に至るまで、約20年にわたって、軽阪の通勤系車両における、標準仕様として継承された。車内照明は通勤系車両としては初めて、蛍光灯を採用し、大天井中央部分に40ワットの蛍光管を一列配置で14本、2本単位で、東具に収めて設置したほか、車内扇風機設置用台座を落成当初より備える。 その他、各社の車内床面には、主電動機転圏外を設置した。1651から1655が、シンドラー式の汽車製造ケースマイナス15、1656から1660が、アルストムリンク式の住友金属工業 FS310 をそれぞれ装着する。両社は、軸箱周りの設計こそ異なるものの、いずれも枕羽を、 振動減水用オイルダンパ内蔵のコイルバネ式としボルスタンカーを装着したコイルバネ台車である。このうち、1656から1659の装着する FS310 が本形式心臓にあたって追加製作された新品である他は、いずれも1810系が空気バネ台車へ台車交換を実施した際に発生した余剰品を流用したものである。 これらの台車は、第二次世界大戦後の日本で盛んになった、高速度台車研究の成果であり、空気バネの開発によって、乗り心地の点で若干見劣りするようになったものの、当時最新の技術を投じて設計された、優れた台車であった。なお、1654.1655は、落成当初 FS310 を装着したが、 1658から1660の増備に際して1658.1659へ台車を供出し、1810系1811.1812の台車交換に伴って発生した KS、KS-15 を新たに装着している。いずれの台車も、車輪系は 860mm、軸距は1800系量産車移行計半標準と、 なった 2100mm である。本形式設計当時の京阪電気鉄道で標準的に採用されていた日本エアーブレーキ製営動作弁による A ブレーキを基本とする。ただし、高性能車である1 8 0 0系から捻出された台車の基礎ブレーキ装置が各台車に個別にブレーキシリンダーを搭載し、ブレーキシューを駆動する台車シリンダー式であったため、 中継弁を付加して、台車シリンダー方式の基礎ブレーキ装置に対応させた赤、R ブレーキを搭載する。本形式は制御者ながら落成当初より、電動空気圧縮機を搭載し、日本エアーブレーキ製 DH-25 を採用した。連結機は1700計算自社以降特急車で、勇敢がなく乗り心地の点で有利でしかも軽量な。 日本製高所製軽量密着自動連結機の採用が始まっていたが、連結相手に合わせ、また初年度心臓の7両分については1700系1.2次車、7編成の運転台側連結機を、軽量密着自動連結機へ交換した際に余剰となった、柴田式自動連結機があったことからこれを流用し、全車とも、柴田式自動連結機を前後に装着する。 本形式の第一陣となる1651から1657は1957年6月から同年7月にかけて竣工したが、竣工後間もなく準備工事のみであった、車内扇風機が新設され、同年7月より特急用車両に先んじて、その使用を開始した。また、本形式は前述のように1 3 0 0系の制御、 電動車1300型と二両編成を蘇生して運用されたが、そのまま並結を行った場合本形式と比較して、車内設備に大きな格差が生じることから、本形式と編成された1300型1301.13021305から1309に対して、車体塗装を能力色、単力色の二色塗りへ変更し、同時に車内壁面を木造にす塗り仕上げから、 単力色塗りつぶしに改めたほか、車内照明の傾向等か、扇風機の新設といった近代化改造を施行した。昭和30年代以降の高度経済成長に伴って、軽半線沿線の開発が急速に進行したが、それと、性ピレして、通勤輸送に対する需要も急激な高まりを見せた。特に沿線のベッドタウン化が著しい。 平方シーナにおける朝夕ラッシュ時の混雑は非常に激しいものとなり列車運行遅延の状態化という厳しい問題に直面することとなった。当時の京阪における本格的な通勤圏車両は本形式以外に存在せず主力車両は2、扉構造の従来車であったことから混雑時間帯においては 旅客の乗降に多くの時間を要することは避けさまがなかった。加えて、それらは押し並べて、加減速性の音も低劣なものであったことから、特に普通列車運用に充当した場合後続の列車に対して多大な影響を及ぼすなど、遅延の最たる要因となっていた。このような状況を鑑み、京阪においては通勤輸送に適した3、扉構造を採用し、 かつ高い加減速性能によって、後続列車に与える影響を軽減するのみならず、普通列車自体の運転時分短縮を実現する、次世代通勤系高性能車の設計を開始した。次世代通勤系車両は、高い加減速性能を備えることに加え、日本国内において、前例のない平坦線における、停止用改正制度を常用するという、省エネルギー性にも配慮した。 高性能車として計画されたことから、搭載予定の主要機器もまたその多くが、前例の内心機軸を採用したものであった。そのため、それら主要機器を、いきなり新型車両に搭載するのではなく、既存の車両を用いて、実用試験が実施されることとなったが、当時の在籍車両中経年が一番、浅く、かつ電動車間を前提とした設計であった、本形式が、 実用試験車両に選ばれ、1959年2月に、中空軸並行、カルダン駆動対応のケースマイナス15台車を装着する1651.1652の2両に、試作機器を搭載し、電動車化を実施した。主制御機気増幅機制御型電動カム軸式、制御機である東洋電気製造アクフ M450 から 750A を各社に搭載する。 制御段数は抵抗制御領域が10段、磁気増幅器による境磁制御領域が135段の超多段制御器である。磁気増幅器は分巻き回時コイルと直列でサーボモーターによって駆動される整粒子形戒時接触器を用いるもので、境磁電流量と電気子電流量の双方を監視し、境磁の制御を行う。主幹制御器の1から2のちまでは、 主回路の遮断器接続や、堺磁接触器の所定のポジションへの回転などといった指導シーケンスを行い、実際の立行時の加速制御を行う3から10、ノッチで、カムスイッチによる抵抗制御と、磁気増幅機に制御された堺磁調整機によって、任意の分巻き替え自立を選択する堺磁制御の組み合わせ制御に移行する。制動時においては、 立候時とは逆に境字を強めることにより分間機械、自電流を最大で定格の160%まで増加させて、電気子の逆気電力を河川電圧より大きくし、改正制度を作用させる。また、副艦電動機の特性から、負荷分担の不平行、つまり摩耗などによる、車輪系の相違や空積みの相違など、 各社間で負荷に相違があると、大きな不平衡が生じることから、その不平衡を検出し、自動的に分巻機械自電流量を調整することで、各電動機の電気自電流量が等価となるよう、制御を行う機構も備えている。このように境自調整器による分巻機械、自制御領域においては、分巻機械自律を変動させることによって、立行、打行、制動の三ドを 連続的に移行可能とした電流0アンペア制御を行い、平坦線における低止用改正制度を実用化すると同時に低速制御の実現への発展性を示すものとなった。主電動機分巻き返し制御による改正制度を行うため、軽半線においては、初採用となる保証巻線付副付管電動機を搭載する。この電動機は制御機と同様に、 東洋電気製造が設計製作を担当し TDK-813A を故障した。この電動機はこの時期の高性能車用電動機の通例に漏れず、電気紙の絶縁が完全 B 種、堺地絶縁が H 種と耐熱性能を引き上げた上で自己通風式としてあり、また電気始巻線は整流紙変換電圧や、 リアクタンス電圧を低く抑制するのに有利な、つまり整流が良好で、過電圧大量が大きく取れるため電気ブレーキを使用するのに有利な重ね巻きが採用されている。さらに、弱め回時運転などの高回転時に電気市販作用による時速をキャンセルし、リアクタンス電圧を低く抑え脈流を抑える目的で、境地表面に 電気子電流と逆方向に電流を流す、保証巻線が付加されている。本形式では、この TDK-813A を1両、あたり4機搭載し、駆動方式は、中空軸平行カルダン、1時間定格出力は7 5ット歯車比は78,13である。改正制動動作時における端子電圧抑制。 改正執行防止の観点から、定格端子電圧は 150V と低く抑えられ、さらに制御機の項でも述べたように境界自状態での負荷分担の不平行の影響を受けやすい、副関連動機を使用することから一両分4機を永久直列接続として、低電圧駆動、かつ一両単位での不平行を抑止する構成とされた。 同条件下における前回時事定格回転数は 1300rpm、定格速度は時速 29.3km ながら、保証巻線の効果から最弱回自立は20%まで許容する設計であり、定格電流が電気小側 555A、分巻回自側 18A という大電流特性も相まって、起動加速度時速 4.0km、S。 最大減速度時速 4.5km、S の高加減速性能と平坦線釣り合い速度、時速 120km という高速性能を両立させた。制動装置回生制動と空気制動をスムーズに連動、同期させる必要性から HSC-R 回生制動併用電磁直通ブレーキが採用された。当時の京阪線においては、 カルダン駆動車である最新型の1 8 1 0系においても従来車との並結運用の都合上、元空気ダめ管式の自動空気ブレーキを採用しており、軽阪における電磁直通ブレーキの初採用例となった。なお、ブレーキ管、元空気ダめ管、直通管の3系統の空気間引き投資を必要とする HSCD ブレーキ搭載車であるが、 他の h s c 系電磁直通ブレーキ搭載車と並結の可能性がなかったことから、故障時の改装などで自動空気ブレーキ搭載の他車と連結される可能性のある全面については従来と同様 BP と MP のみ引き通され SAP の引き通しは省略されていた。その他台車は、汽車製造ケース15をそのまま装着する。 これは、同台車が元より1810型1813.1814に装着されていた時代に、中空軸平行、カルダン駆動方式に対応する電動車用、台車であったことから、実用主権車両化に伴う、中空軸平行、カルダン駆動方式対応の主電動機を操作するに、際して大きな改造を要さなかったことによる。 その他東洋電気製造 b t 4 2系両計パンタグラフを各社の運転台よりに一気搭載したほか、電動発電機を追加搭載した。車内設備は概ね変化はないが、従来にない高加減速性能を備えた試作車であることを考慮し、加減速時における乗客の転倒事故防止の観点から、釣り革を、 従前の2列配置から4列配置に倍増させ、客用扉付近には握り棒を新設した。実用試験開始後1651.1652の改造は1959年1月より施行され、同年2月16日に竣工して2両固定編成を蘇生し試験走行が開始された。さらに2月26日より営業運転にも投入され、 乗務員のハンドル訓練並びに乗客への宣伝に用いられた。次世代通勤系車両こと2000系、スーパーカーの申請に際して多くのデータを提供した1651から1652は2000系一時車のうち第一陣が竣行して間もない1959年9月10日付で伝送解除されパンタグラフを含めた 伝送品をすべて撤去したほか、制動装置は試験車化改造以前の赤 R となり、車内設備も元に戻されている。当初は1300型と編成された本、形式であったが、600型700型の、車体更新車である 600K の増備に伴って、本形式の発展改良型といえる、同系列の制御車としても運用されるようになった。また、 輸送力増強に伴う編成長大化に対応するため、本形式が編成中間にも蘇生可能になる、よう運転台側貫通扉部へ貫通ホロを装着する工事が1961年2月以降、順次施行され、同時期には、側走下段部分に転落防止用の保護棒が追加された。 1964年より、600K と同一の主要機器を搭載して、全車とも制御電動車化され、同時に 600K の制御電動車630型631から640として、同系列へ編入、統合された。これは 600K の種車である600型700型は、全車とも制御電動車であったものを、600K への更新に際して一部を、 中間付随車として巡航させたことから余剰となった主要機器を本形式へ搭載したものであった。制御電動車化に際しては装着していた汽車 KS-15、住友 FS-310 の拡大車を 600K の付随車650型へ、教室、それらの種車である600型700型の住友製工所 ST-31 もしくは、 日本車両製造 NS84 から35を新たに装着した。主電動機は1時間定格出力 90kW の東洋電気製造 TDK-517、2D を1両あたり4機、吊り掛け駆動方式で搭載し、歯車比は67、22で 600K の66、23とわずかに異なる。 これは、台車の車輪計が 600K の他の車両が600型由来の STA を装着した関係で 860mm としたのに、対し、本形式では700型由来の 914mm 系車輪を使用したためである。このように歯車比を調節することで、異なる車輪系の車両で同一仕様の電動機を使用した場合の定格速度や牽引力の相与誤差範囲に、 収束できる。実際にも630型と600型、それに680型は、全負荷時の定格速度は、時速 62km、牽引力は 2080kg と共通の値を交渉している。主制御機は、電動化無軸式の東洋電気製造 ES-155 を搭載する。主電動機は、 内部更新と絶縁強化により定格回転数を 705rpm から 1095rpm へ引き上げて、原型機の高渉値の25%増の1時間定格出力を得られるようにし、また主制魚器は境樹接触機追加による弱めかい、地の地親設をそれぞれ試行することで、牽引力、定格速度ともに、大幅な性能向上が図られている。 改造は1964年1月から順次、施行され、同年12月の634の竣工をもって、本形式は、形式消滅した。1973年には、さらなる編成長大化に伴って637から640が、運転台を撤去されて、中間電動車化され、680型686から689、と解消。 開板されたが、同4両は、京阪線の河川電圧1 5 0 0ト昇圧に伴って1983年12月4日付で廃車となった。制御電動車のまま残存した631から636については、昇圧に伴う車両代替計画に基づいて、1800系の 主要機器を流用して1 8 0 0系の制御電動車1800型1801から1806となった後、1988年3月と1989年2月の2度に、渡って、廃車となり、本形式を出自とする車両は全廃となった。なお、6 0 0系編入後の詳細については、京阪6 0 0電車を、1 8 0 0改造後の、 詳細については、京阪1800系電車をそれぞれ参照されたい。ありがとうございます。